野球部の皆さんはこれまで野球というものに全力で向き合い仲間と共に切磋琢磨してきたことだと思います特に3年生は勝っても負けてもこの大会が最後の大会となりますこれまで野球にかけてきたもの全てを出し切って全力でプレーしてきてくださいくのり生一堂で応援しています くのり学園生徒会副会長の日原志優です今年は新型コロナウイルスの影響により無観客での大会開催という形になりました選手の皆さんは今この瞬間を全力で気合と勇気を持って戦い抜いてきてください在校生一同応援しています頑張れくのり学園